町の空中写真、バドカー原子物理学大学科学者のための文化、センターモルスコイ通りの住宅街、アカデムゴロドク英文、アコデイムガーラトックは、ロシアの都市である。正式には、ノボシビルスクの学術都市を意味するノボシビルスキー、アカデムゴロドクである。人口約13万900人。アカデムゴロドクとは、ロシア語で、アカデミーの町の意味であり、 世界初の大規模科学研究都市とされる。日本で言えば、研究学園都市、学術都市にあたる計画都市であり、筑波研究学園都市のモデルになったとも言われる。アカデムゴロドクは、シュベリアの教育、科学のセンターであり、ノボシビルスク南東3 0トルに位置する広大な信用樹林を切り開き、帯川に作った人造交尾湖のほとりに位置する。 アカデムゴロドクは、ロシア科学アカデミーシベリア支部に所属する37の研究所など、同支部を中心とした研究学園都市であり、同支部の教育機関としての役割も果たしている、ノボシビルスク大学のキャンパスもあり、また科学アカデミーとは別なアカデミーである、農業アカデミー、医学アカデミーが存在する。また、研究者、学者のためのアパートやコテージが建設されたほか、 市内には、店舗、ホテル、病院、レストラン及び、カフェ、映画館、クラブ及び図書館を含むアメニティが整備されている。アカデム語呂読市の中枢とも読めるのが、科学者会館である。同会館は、ロシアの古典、近代文学をはじめ、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、ポーランド関係の蔵書約100万点を誇る、図書館のほか、画廊、 行動そして素晴らしいコンサートホールが併設されている。同会館においては、数多くの偉大な音楽家や俳優を招聘し、市民に優れた舞台を教している。アカデムゴロドクは、1950年代にソ連科学アカデミーによって建設された。この新都市の構想者は、科学アカデミーシベリア支部の初代所長を務めた。 物理学者で数学者のミハイル・アレクセイエビッチ・ラブレンチェフ、博士である。アカデムロドクは、その最盛期には、約6万5000人の研究者とその家族ら関係者が、居住していた。彼らには豊富な生活物資や、ダーチャなどの様々な特権が与えられ、生活が保障されていた。シグマ型のアカデムロドク氏の文章、ありがとうございます。